始めさせてもらいます。よろしくお願いします。生産者の方と話を聞いたことがないとか、会ったことがないというのがありまして、この機会を用意と設けれない関係なので、僕がちょっとシーズグループで発信していこうということで、第1回前にしていただいて、はい、どこを見てるか。
左手です。左。すげえ、素晴らしい。こういうことだね。ということで、はい、そんなむちゃむちゃ美味しいお肉焼き上がりましたので、さらにですね、さらに肉加工的な、はい、ものがないので、はい、その個室で目の前で肉を、うん、今ちょっと高すぎて、本当に1年前と言ったときに、これは本当に思います。どうぞ。うわ、最高。そのまま、まあ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 、待ってください。でもやっぱり今ストレスあるの、1カ所から汎用めちゃくちゃうまい。ケチャップいただきます。寿司のランプですね。はい、さっきから来る肉全部匂いがここの時やばいやばいです。わかんない。結構レアでも美味しくて。ああ。はい。自分の。島町のシャンパンつけです。シャンパンつけ、はい、さっぱり小さい番でご用意したミルバーガーです。はい、です。喜ばせ。
今日は。想像超えてきた。ああ、石焼きカレー。はい、いきますよ。このメニューとかって、もう2年前の冬ぐらいに1回やって、ありがとうございます。まあ、バニラアイスは、もちろんバニラアイス含めてめっちゃ美味しいバニラアイスなんですけど、オリのフィナンシェの方ですね。フィナンシェの方が、小腸の油を使って焼き上げる。小腸のバターを使って、焼き肉屋の方がこだわるね。で、焼き肉屋のランチシーンみたいなのがね。で、何がありますか。Yeah.